はい、ご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。読み上げていきます、まみぞうじゃ。本日は2021年度住友化学の採用大学ランキングの発表です。今回も、総合職以外も含んだ数値となっているのじゃ。発表を開始いたします。第20位山形大学、東京農工大学、金沢大学、岐阜大学、静岡大学、鳥取大学、広島大学、山口大学、大阪市立大学、大妻女子大学、中央大学、東京理科大学、明治大学、明治学院大学、立教大学、同志社大学、近畿大学、関西学院大学、第15位岡山大学、東京都立大学、慶応義塾大学、昭和女子大学、関西大学、第13位千葉大学、愛媛大学、第12位神戸大学、第10位一橋大学、大阪府立大学、第7位名古屋大学、九州大学、早稲田大学、第6位東京大学、第5位北海道大学、第2位東北大学、東京工業大学、大阪大学、第1位京都大学。ここまでが住友化学の採用実績上位校となります。それでは、またのご視聴、お待ちしております。